おはようゴンザレスパラレルです。さあ今日は、ヤクルトスワローズ日本一記念と題しましてですね、ヤクルトのね3部作の第3弾ですね、今回やるのはですね紹介動画になります。BBM のですねダイヤモンドヒーローズとあとヒストリックコレクションを紹介したいと思いますね。フルコンプバインダーになります。では、これはですね96年のダイヤモンドヒーローズのコンプを見ていきましょう。ヤクルトですね。まずノムさんいますね。はい。そしてブロス投手もいますね。はい。そして吉井正人投手もいますね。セリーグに移籍して大活躍したパターンですよね。もちろん高津投手もいますね。ちょっとねキラキラしてて見にくいかもしれませんが、はい。田畑投手もいますね。はい。オマリー選手がいますね。ヤクルト時代ですね。土橋選手ですね。古田さんもいますね。はい。トマシノ選手もいますね。ミューレン選手もいます。はい。代打の畑選手もいますね。でインサートカードなんですが、はい、そうですね、ちょっと見てみますか。でチェンジングカードになってますね。はい。オマリー選手もチェンジングカードになってますね。はい。では97年行ってみましょう。この時は監督のカードはなかったんですかね。吉井投手がいますね。はい。で、石井和久選手もいますね。はい。川崎投手もいますね。広田投手、懐かしいですね。広田投手は、大英からね、移籍してきた選手ですよね。はい。この辺は池山選手がいますね。はい。土橋選手ね、メガネかけてますね。ここで宮本選手が来るんですね。あ、小早川さんいますよ。ね、この年は、開幕戦の東京ドームで3連発打った選手ですよね。印象的です。はい。細めの稲葉選手がいますね。ホージー選手がいますね。で、副島選手、懐かしいな。2001年の日本シリーズだったかな。ホームラン打ってましたよね。懐かしい。で、ライバルカードがありますね。これね。江藤選手と古田さんですね。はい。こういうインサートもありますね。では次は98年ですね。はい、高津さんね、高津監督ですね。はい。小早川さんまだいますね。綺麗ですねこのカードね。背番号8番辻監督ですね。今の西武ライオンズの辻さんも入ってくるんですね、ヤクルトにね。真中さんですね。はい。で、そうですね、こういう
でこぼこしているカードもありますね。大カットで、はい。次は99年のダイヤモンドヒーローズですね。石井和久投手がいますね。はい。ハッカミー投手がいますね。懐かしいですね。はい。そうですね。この辺だと宮出コーチがいますね。まだピッチャーですね。この時はね。で、青柳選手がいますが、ね、この時はもう2番手捕手なんで代打が主に役回りだったみたいなんですが、ホームランをね結構何本か打った年だったようですね、この99年がね。はい。で、土橋選手はやっぱりメガネですね。宮本選手もいますね。はい、あ、ペタジーニがいますね。あ、岩村と選手がいますね。あ、真中監督のくるりっとホームランでも打ってるんでしょうかね。で、ここでオリックスから高橋聡選手が移籍してきましたね。で、インサートですがこんな感じですね。何度もね復刻してるので見覚えのあるカードですよね、皆さんね。では2000年のダイヤモンドヒーローズですね。はい。五十嵐投手いますね。はい。ロブロ選手ですね。助っ人外国人ペタジーニももちろんいますね。佐藤慎一選手もダイエーからやってくるんですよね。結構打ってましたね。はい。稲葉選手がガッツポーズしてますね。これはチェックリストですね、若松監督ね。で、インサートがこちらになってますね。クリアカードになってますね。で、まあ、ドリームチームなんかもね、去年復活じゃないな、復刻ですね、復刻しましたね。はい。で、2001年のダイヤモンドヒーローズですね。はい。この辺だともうね、前田選手とか松田投手なんかもいますね。松田選手もダイエーから移籍してきたんですね。多分戦力外なのかな。そうなんですよね、拾ってくるんですね。前田投手も確かね、オリックスから来てるんですよね。2001年ですからね、ちょうど歯車が噛み合って日本一になった年ですよね。本当に再生工場なんですよね、ヤクルトはね。で、古田さんがちょっとひげを生やしていますね。はい。池山選手が花束を持ってますね。飯田選手もいますね。はい。まあこんなコンボカードもありますが、はい。ね、センチュリーベストナインの古田さんもいますね。はい。で、まあこんな感じでシールがあったりしますが、ヒストリックコレクションですね。この辺もまあざっとね見てみましょうね。うん。はい。オールタイム、ん？おお、これは何だろう。ちょっと見てみますか。オールタイムヒーローズですね。そうですね。昔の白黒の写真も使ったりなんかして。町田さんもね、多分三宅裕二さんなら知ってるでしょうね。うん。60年ですからね、ファン歴ね。
三宅さん何歳なんだっていうことになりますけどね。はい、あ、岩村選手の若い頃ですね。ラミちゃんが出てきましたね、ここでね。はい、どんどん行きましょう。これはこれもヒストリックコレクションですね。そうですね、ホームランバッターを集めたシリーズでしたね、確かね。でセピアのカードも存在してましたね。次がグレートアームみたいな感じですね。レジェンドアーム、アクティブアームね。はい、ベバリン懐かしいな。ベバリンちゃんと活躍しましたからね。はい、で、金、こちらインサート金銀赤とありますね。金が通常、銀が100枚、赤が50枚ですね。パラレルになってます。はい、これはドラフト物語ですね。鳴り物入りで入ってきた選手がラインナップされてますね。はい、宮本さんも細い体ですね。この辺から青木選手が出てきますね。安田選手、大杉克夫さん、はい、そうですね、この中だと青木選手がまだ元気ですね。では今度はバックトゥーザ80年代ですね。この辺ですね。はい、スミさんもいますね。でインサートがこちらの青木選手ですね。でパラレルが200枚限定のこちらになってますね。はい、でまあインサートがあってグロリアススターズですからね。きらめくスターたちよみたいなテーマだったと思いますね。はい、懐かしいですね。はい、でおまけですね、カルビーのねカードも一応紹介しといて終わりにしたいと思いますね。若松さん若いですね。はい、じゃあ3部作いかがでしたでしょうかね。やっぱヤクルトの歴史もね、まあ巨人や中日や阪神なんかと比べるとまあ歴史は浅いですけどもね、2021年まあね歴史を刻むことができて嬉しく思います。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったと思われた方はグッドボタンを、また開封動画、紹介動画を見たいと思いましたらチャンネル登録をしていただき、次の動画をお待ちいただけると嬉しいです。それとね、動画のコメントもねお待ちしております。それではさよなら。